はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、あの人たちは今どうしてるのかというところで、ちょっとね、お話していきたいなというふうに思ってます。まあ、ジャイアンツね、すごく調子が良くて、今1位に、首位にね、いるんですけども、やはり戦力的なところを見てるとですね、本来で言えば活躍してほしいな、一軍で出てほしいなって思ってるような選手が、出てなかったりとかっていうのは、まあ、どこの球団でもあるんですけども、まあ、ジャイアンツの場合でもですね、あるので、ちょっと、それについて今日ね、お話していきたいなっていうふうに思ってます。はい、まず、投手3人、僕選んできまして、で、野手4名選んできました。はい、じゃあ、まず、ピッチャーの方から行きたいと思ってるんですけども、まず、高橋礼投手ね、はい、開幕時ですね、すごく良くてですね、まあ、ローテーションに入って回ってくれてたわけですけども、やはり僕の印象としては、少しフォアボールが多いっていうのがありまして、ちょっとね、まあ、もともと抑えてたんだけど、やっぱりこう、ランナーは出すんだけども抑えてたみたいなことがあって、で、最後の方ね、良くなくて、で、結局ね、二軍降格になって、で、また上がってきたんだけど、また降格してっていうのにね、最後、なってました。で、1軍での試合の成績見るとですね、まあ、9試合投げてて、2勝2敗、ウィップが 1.27 で、防御率が 3.12 というふうにやってます。まあ、初めの方がね、めちゃくちゃピッチング良かったんで、やっぱり印象的にですね、初め良くて、後から悪くなってくると、なんだかこの選手はみたいな感じでやっぱなるじゃないですか。だから、高橋礼投手ね、めちゃくちゃ初めが良かっただけに、ちょっとね、まあ印象的なところも、ちょっと損してるところはあるのかなっていうふうに思います。で、2軍下がってからですね、まあ5試合投げてて、まあ2勝1敗と。で、ウィップが 1.52、で、防御率が 2.28 というところで、多分ですけども、まあソフトバンク時代のピッチングをね、めちゃくちゃ詳しいわけではないので、ちょっと、断言するのはあれなんですけども、やはり高橋礼投手っていうのは、やっぱりこう、ランナーを出さずにきっちり毎回抑えていくピッチャーではあまりなくて、まあランナーを出しながらも、まあいつも0点に抑えていくっていうスタイルのピッチャーかなっていうふうに思うので、まあそのコントロールが悪いとかね、正直そら改善した方がいいっちゃいいんですけど、やっぱりそれも一つの持ち味というかね、相手バッターが絞りにくかったりとか、そういったところも、まあ、プラス面で言ったらそういったところもあるかなというふうに思うので、まあ、今一軍のね、ローテっていうところは非常にうまく回ってるんで、なかなかもう一回上がってくるかって言われたら、ちょっと難しいところ、他のピッチャーとの兼ね合いもあると思うんですけど、まあそこはね、高橋礼投手ね、2軍でもまあしっかりある程度やってくれてるんで、まあ誰かがかけた時っていうのはしっかりね、入ってきてくれるんじゃないかなっていうふうに思います。で、ちょっと次ね、メンデス投手見ていきたいんですけど、やはりメンデスって、もともと開幕ローテでね、回ってて、もちろん期待されてるピッチャーだと思うんですけども、中日戦かな、フォアボールをすごく出して、そのランナーを全て返すっていうようなね、最悪のピッチングをした時があって、で、阿部監督が、ちょっと2軍でもう一回調整してきてくれっていうふうに言い渡してから、めちゃくちゃ時間経ってるんですね、今。で、だからメンデスに関しては今シーズン1試合しか1軍で投げてないんですよ。うん。まあね、それが良くか悪くかわからないですけども、若手のピッチャーが出てきたりとか、まあいろいろね、みんなでカバーし合ったりとかいうところもあったんで、まあ良かったっちゃ良かったんですけども、やっぱり戦力として見てるジャイアンツファンの方やあったりとか、人からするとですね、メンデス何やってんのっていうお話になってくると思うので、やはりね、ちょっとこれはちょっとまずいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、1軍での成績、1試合投げて 9.00 防御率ね。で、0勝1敗で、ウィップが 2.00。で、2軍で結構投げてるんですよ、もうね。13試合投げてて、防御率が 4.41。4勝5敗。ウィップが 1.41 というところで、これじゃ上がれないよね。普通に考えて。うん、まあ、助っ人外国人だからっていうのもあるかもしれないけど、やはりこの2軍でこのピッチングで、じゃあ1軍で果たしてこれ以上の成績出せるかって言われたら、まあ一概にね、まあその、絶対という言葉はなかなか使えないけども、やはり
上げる側というかね、評価する側からしたらなかなか上げづらい成績になってるんじゃないかなっていうふうに思うし、メンデス自身もいろいろ試行錯誤はしてると思うんだけど、やはりそれがなかなか結果に結びついてないっていうところで、少し今シーズンはちょっとどうなのかなって、まあ後半ぐらいから、ピッチャーやっぱりね先発陣疲れてくると思うんで、そういったところで誰かが抜けた時にしっかり入ってきてほしいなっていうところはあります。で、3人目はですね、菊池投手ですね。はい、このピッチャーに関しては去年ね、すごくフル回転で働いてくれました。去年、支配下になったんかな？育成から支配下になって、非常にね、いきなり支配下になって、原監督がアドバイスをしてからですね、めちゃくちゃいいピッチングをしだして、確か交流戦のオリックスかなんかでめちゃくちゃいいピッチングしたんですよね、確か去年。で、そっから、ずっとね、ブルペンを支えてくれたっていうピッチャーなんですけど、実は、今年まだ1軍に上がってないんですよね。はい。で、まあ、2軍でも、まあ、14試合投げてて、防御率が 0.61。で、2勝1敗で、ウィップが 1.09 というところで、圧倒的な数字出してるんですよ。だから、まあね、ブルペン、今のね、ジャイアンツのブルペン見ていくと、なかなかね、間に入っていくことってなかなか厳しいと思うんですよ。泉投手であっても、平内投手であっても、他のね、まあ、勝ちパターンはもちろんですけども、他のピッチャーにしても、右ピッチャーで言うとね、全然その、みんなね、すごくいい成績を出してるんで、まあ誰かがかけた時であったりとか、ちょっと誰かの調子が崩れた時に、間違いなく一番に上がってくるのは菊池投手なんじゃないかなっていう風にね、ブルペンで言うとね、思うので、そういったところで、まあ本人もわかってると思いますから、そこは腐らずね、しっかり、調整というかね、引き続きいい成績を出し続けていってほしいなという風に思ってます。で、次、野手見ていきたいんですけど、野手で何やってんのっていう風に思うのは4人いて、まず秋広選手ね。はい。まあ皆さん期待してると思います。僕も期待してるんですけども、まあやっぱり、まあ守備のところかな。結構大きいと思いますと。まあ今若林選手であったりとか、佐々木選手か、レフトで入ってますけども、やはりその二人もやっぱり守備はある程度上手いですし、まあ打力どうなのって言われてると、まあちょっとわからないというかね、佐々木選手も、まあ若林選手もね、来たばっかりだしっていうところあるんですが、でもやはり秋広選手ね、まあやっぱり守備があまり得意じゃないっていうところで、やっぱりバッティングを頑張らないといけないと思うんです。なんですけども、実際成績見ると1軍で17試合、打率2割2分9厘、0ホームラン、0打点、OPS が507。ちょっときついよね。で、2軍でもですね、53試合出てるんですよね。めちゃくちゃ出てるんですよ。で、2割4分3厘、1ホームラン、14打点、OPS 677っていうところで、まあこれも微妙な数字というかね、あまりこう、じゃあ秋広上げようかって、起爆剤になってくれ上げようかっていう風なね、形にはならないと思うので、そういったところで間違いなくね、期待はされてるんだけども、まあ去年からの成績から比べると期待値っていうのは上がってるんで、そういったところで非常に難しいシーズンを送ってるんじゃないかなっていうふうに僕思います。で、次ですね、梶谷選手ね、何やってんのほんまに。マジでオタク何やってんのって話なんですけど、1軍で6試合しか出てないです、今年ね。1割8分8厘、1ホームラン、2打点、OPS が610というところで、まあ、今年開幕戦かな、ホームランかな、打って、ファインプレーもしたんかなっていうところでめちゃくちゃいい出だしを切ったんだけど、左膝かな、古傷の左膝を痛めたっていう形で、まあ、降格してね、そこからなかなか上がってきてないと。で、まあ、ゲルシーチャンネルね、ファームを取り上げてるゲルシーチャンネルを見ると、最近結構その、ダッシュ系の、メニューでやったりとか、普通に練習に入ってたりとか、故障班でね、やってたりするみたいなんで、そういったところで、まあ、古傷なんでちょっと仕方ないところもあるかもしれないですけども、やっぱり、梶谷選手が戦力でね、いるかいないかっていうのはめちゃくちゃ大きいと思うし、やっぱり怪我が多いんで、その、梶谷選手をもう、戦力というか、絶対いるもんだと思って考えると、やっぱりこう、誤算になってしまうんで、やっぱり、巨人ファンの中でもですね、やっぱりこう、梶谷選手は、その、いてくれたらラッキーぐらいのね、まあ、怪我が多いんで、そういった感じで、思ってると、まあ、心は軽くなるんじゃないかな、というふうに思います。まあ、やっぱり、まあ、1軍でも6試合しか出てないし、2軍でも、まあ、5試合しかまだ出てなくて、まあ、状態さえね、体の状態さえ良ければ、ある程度やっぱり成績はね、1軍にいてもですね、出してくれるという風なね、バッター、野手だと思うので、
そういったところで、今、レフトとかね、結構こう、いろいろこう、固定できてないところあるんですけども、もしかしたら梶谷選手が普通にね、万全でやってくれたら、そこの問題っていうのも、もしかしたら解決してたりとかね、解決するんじゃないかなっていうふうにも思うんですよね。はい。で、次ですね、オコエ選手ね。はい。非常に、まあ、行ったり来たりの選手、一軍を行ったり来たりの選手ですけども、まあ、一軍で31試合、で、2割3分、0ホームラン。2打点、OPS が571というところで、まあもう一つね、物足りないかなっていう風なところはあるんですよね。で、2軍では30試合出てまして、3割2厘、1ホームラン、14打点、OPS が757というところで、2軍でしっかり、結果は出せてると思います。で、まあなかなか上がれないっていうところは、まあ今、佐々木選手であったりとか、まあ若林選手がね、レフトで、まあ、出てる回数が多いですと。もしかしたら、佐々木選手がもう一回落ちたりとか、若林選手やっぱりあんまりだなっていう風な形になってきたら、多分おそらく、オコエ選手が初めに上がってくるんじゃないかなっていう風に僕は予想してます。オコエ選手ね、やっぱり守備固めとか、まあいろんな使い方ある、走塁からとか、いろいろ使い方はあると思うんですけども、やっぱりこの選手は先発で、ある程度打席数を踏んで、見たいなっていうところは僕自身ありまして、そうなってくると、やっぱり、レフトというポジションをね、しっかり守れた方がいいと思いますし、まあ実際守れると思うので、守備力もあると思いますし、あとは打てさえすれば、絶対いいんでね、特に右バッターなんでね、特にその、ジャイアンツね、左が結構多かったりとかする中で、右バッターっていうのは貴重ですから、そういったところで、まあ、オコエ選手2軍でね、しっかり3割以上をキープできているというところで、まあ、非常に状態はいいので、まあ、今は若林選手であったりとか、佐々木選手の状態落ち待ちみたいな感じのところじゃないかなっていうふうに思います。で、最後、浅野選手ね。はい、まあ、非常に期待しているファンの方が多いかなっていうふうに思うんですけども、まあ、実際1軍で3試合しか出てなくて、0割、1本も打ってないというところ。で、2軍では54試合出てて、2割2分8厘、6ホームラン、25打点、661、664 OPS という風になってるんですけど、まあ、6ホームランっていうところね、まあ、すごく多いなっていうところありますけども、やっぱり打率が2割2分8厘しかないっていうところはちょっと気になるところかなっていう風に思います。まあ、そのホームランの映像とかも見たんですけども、非常に豪快で、すごくロマンを感じさせるものはあるんですけども、やっぱり一軍は今、首位争いをしてて、首位というかね、首位を走ってて、やはり優勝というところを目指してやってるんで、そういったところで、まあ、育成というところもそうなんですけども、やはり、まあ、勝利を、もぎ取りたいというところは強いと思いますから、そういったところで、まあ、佐野選手ね、2軍で、まあ、ホームランたくさん打ってるかもしれないけども、打率がこんだけ低いと、じゃあ一軍のピッチャーで、あなたホームランそんな打てるのっていう話にもなってくるんでね、まあ、打てたら、打てるに越したことはないんだけども、じゃあ、本当に、この間落ちた時はね、なんかその、ブンブン振ってるだけにしか見えないみたいな感じでね、安倍監督がコメントをしてて、頭を使ってやらないとダメだよ、みたいなことを言ってましたけども、やはりその課題というか、まあ、打率とかね、ホームランとか、まあ、見えやすいところもそうなんですけども、そういったね、狙い球を絞ったりとか、相手のピッチャー、相手のキャッチャーの気持ちになって配球を考えたりとか、状況をね、一瞬で判断して自分が何をしないといけないかっていうのを、瞬時に察知したりとかっていうところは、見えないところなんですけども、実際それができてると、チームからの信頼であったりとか、まあ、僕がね、試合見てたら、あ、浅野選手、賢くなったなというか、よく考えてるなっていうのは、わかると思いますし、もし、これからね、浅野選手が上がってきて、そういう考えたプレーというか、頭の使ったしっかり、しっかりしたプレーをしてると、僕はね、試合解説で、浅野選手のことを褒めたいと思うし、2軍でしっかりやってきたんだなっていう風なね、ところはわかると思いますから、ぜひね、まあいろいろ、まあ2年目でね、1軍に出て活躍したいっていうのは絶対もちろんあると思うんですけども、やっぱりまず、目先のことをやるというか、目の前のことを全力でやるというかね、そういったところっていうのも、若い時っていうのは大事かなっても僕思うので、そういったところみんなね、期待してると思いますんで、ぜひね、頑張ってもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じでですね、あの人たちは今というところで、今日は、一軍の戦力に ならないといけないはずの選手たち、なんだけど実際今のところなってないというような選手をね、僕が厳選して、皆さんにお伝えしていきました。まあ非常にね、
まあ、体の調子であったりとか、まあ、チームもね、監督が、原監督から、安倍監督に変わったりとか、まあ、いろんな要素の変化っていうのがあってね、まあ、いつでも、毎年毎年、成績を出せる選手っていう人の方がね、もちろん、間違いなく少ないわけですから、そういった人たちにはね、リスペクトを持ちつつですね、こういった形で、なかなかね、期待されてるんだけども、出てないっていう選手もいるんで、たくさん選手がいる中でね、まあそういった役割というか、まあいろんなね、立ち位置で、プロ野球というのは成り立ってるかなというふうに思うので、ぜひね、今挙げた、7選手かな。期待してないわけでもないし、僕は、しっかりね、見ていきたいと、今後も見ていきたいというふうに思っておりますので、ぜひね、皆さんも小山翔平ベースボールチャンネルをこれからもよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。